1番スト16番ゲート促されて向かいます。スムーズに収まって係員が離れます。スタートしました。10番フォーラスカーズが後方、外の各馬いいスタートですが、間からは12番のビヨンドザバレーがまずは出ていきます。さらに9番ペイシャフラワー、ソニーは16番のラルエルも好スタートから先段へ、そして13番ソレイユビータが今3番手に上がりました。9番ペイシャフラワー4番手、2コーナーカーブ向こう正面、2馬身差、内から1番ミシシッピテソーロスと11番カノテープが並んで、あとは2馬身差、8番アルジーヌ、半馬身内が4番のエピプランセス、そしてそのストに並んでいった15番のマラキナイア、中段止めから後位を目指します。あとは1馬身差、6番名勝別品、内が2番のサンカルパ、さらに14番のセーヌル・レーブが行って、1馬身3番シャイニング・フジ、外は5番のダルエッサラームの追走、それから1馬身7番カーペンタリアと並んで10番のホーオーラスカーズ、やや縦長、残り800を通過。16番ラ・リュエルが先頭を取り切って3馬身のリード、12番ビヨンド・ザ・バレーが2番手、また3馬身から4馬身、13番のソレイユ・ビータ3番手、11番カラテープがじわっと接近、600を通過。その後ろ5番手に5番のマラキナイア、内は9番のペイシャフラワー、その並んでいく1番のミシシッピ・テソーロ、第4コーナーをカーブ直線コースに入りました。逃げる16番ラ・リュエル400を通過、2馬身のリード、それを追ってビヨンド・ザ・バレーが2番手、さらにはカナテープ、間からはソレイユ・ビータ、2番手争いが混戦となって3馬身離れたところに15番のマラキナイア、その外からは1番のミシシッピテソーロ、最内9番ペイシャフラワー、あと 150m 粘る粘る16番ラルエル、2馬身のリード、そして2番手にはビヨンドザバレーとカナテープの争い、ビヨンドザバレー2番手、ラルエルゴールイン、逃げ切りました。16番ラルエル鮮やかな逃走劇、2番手12番ビヨンドザバレー、最後上がって3番手が11番のカナテープです。